フルーリー・レゾブレは、フランス、サントル・イコール・バルド・ロアール地域圏、ロアレ圏のコミューン。フルーリー・レゾブレは、オルレアンの森の生端にある。コミューン面積の108ヘクタールが、オルレアンの森にあたる。ベネディクト会派のフルーリー修道院から一部の修道士たちがやってきて、オルレアンの北に定住し、フルーリー礼拝イイ堂を作った。野菜を作る農村は、 1907年まではフルーリ用州と呼ばれていた。1843年3月2日、レゾブレという名の場所に鉄道駅ができた。この駅がコミューン全体の魅力の中心となった。不仏戦争中の1870年、現在の江戸地区で仏仏間の激しい戦闘が起きた。言い伝えでは1905年3月30日に、 レゾブレ駅を通過したスペインをアルフォンソ13世が街の名をバカにしたことから1907年の解明につながったという。第二次世界大戦中の1944年、レゾブレ駅は連合国軍側の爆撃で破壊され、隣接する建物にも影響を与えている。フルーリー・レゾブレは同じ年の8月18日に解放された。1961年に 現在の駅ができた。フルーリー・レゾブレを通過するオルレアントラムが2000年に開通した。コミューン内には専門学校1校、コレージュ2校、学校団体が7校ある。2003年にはジャック・ブレリ幼稚園が増築された。参照元、1962年までカシニ・デール・イヘス1968年以降、INSEE。ありがとうございます。